最後の塊になるんですが、いよいよ中国にどう向き合うか、はっきり言ってです、ね、このインド太平洋構想とかクアッドは別に中国に喧嘩を売るためにやってるわけじゃないわけですね。中国が大きくなりすぎちゃって、こっちがある程度団結しない、連携しないと中国がもう全然言うこと聞いてくれないし、あの好きなように中国がルールを作っちゃったりするのは嫌だから、団結するわけなんですけれども。 そういう中国にどういうふうに対応していくのが一番効果的なのかという点について、まず中国のご専門でいらっしゃる川島さんからお話を伺って、その後に高見沢さん、くとと思いいいままますすすよろししお願いします、はい、ありがとうございますあのこれも先ほどの話と通じるところがあるんですが、えー、とまずは中国の頭になれるかということですね。 あの国がやっていることを何を考えてあんなことをしているのかってことをやっぱり理解をしていくことっていうことが大事ですしあるいは何かがあるときにあの国の人たちならこう考えるだろうなという類推というかそれができるような状態を日本なら日本でオールジャパンで作っておくことがとても重要だとこれからむしろ本当にそういうのを結集していかないとだめだろうと思っています。例えばここちらが同盟国をたくさんあって一緒にこう まあやる連携、これは中国に大変効果がある方法なんですね、プレッシャーとして。でももう一方で中国はやはり非同盟なわけですね、これはがんとして今と変えない。で、中国には中国には時間制限があって、人口問題もあって、2030ぐらいまできつくなるとかですね、あるいは2021年、今年共産党100年で、来年の秋が習近平の党首席、ああの総書記の任期延長、または党資席になる、2023年の春でもって国家主席の延長がなるかという、この3年ぐらい非常に微妙なわけですね。 そういう中で、彼らは成果も欲しいけど、習近平の傷に傷がつくことはやりにくいだろうとかですね、彼らなりのロジックっていうのがあるので、そのロジックを踏まえられるかってことは大事です。で、その際にやはりもう一つ重要なことは、われわれがその、さっきの ASEAN の言い訳がしたけど、権威主義とか新興国っていう荒い国りをそろそろやめるっていうことがあるんですその新興国っていう国り方も極めてこちら目線なんですよね。 要するにこで、こちらだけね、理解、こちらにとって違う人たちを権威主義体制にって,言ってたので,で、その新興国、権威主義体制とされる国にもあまりにも多様なので、その多様さってものをど,どれだけ踏まえられるかによって、えー、個別に対応しがないと。権威主義にはこうやってやるんだっていうのはもうちょっと無理なんじゃないかというう私はあの思ってます。それから次に、そうした向こう側の観点を見た場合に、やはりこちらの方に相手少し隙を見せるってことも時には必要で、えー、クワットなり、 あるいは f y p なりで、日米合意になり日米が完全に一致するわけではないというところですね。そこに少し違いを見せる。そこを彼らが選んできますから、そしてどっちかに寄ってくるので、それはそれとして受け止めるということですね。それをこ,のこちら側というか日米合意の側で特にめくりじら立てずに、それはそれちょっとやっていてというふうにそこでこう対応させると。 それぞれがそれぞれの分野でもって中国とのこう関係性を維持するととても重要なことで、そこをやらないといけないかと思っています。例えば非伝統的な安全保障領域であれば、いろいろ可能性があるわけで、そこの部分で日米合意にそれぞれまたは違う国々と、あるいは第三国協力を含めてどういうふうにやっていくのかというのが大きな課題になるだろうというふうに思っています。あと、中国の方に即して言うと、中国はもう2016年ぐらいからアメリカを中心にする安全保障ネットワークはもうダメだ、ダメだ嫌だ。 というふうに批判しているわけですね。ですから、日米安保のロジックでどんな説明してもだめです。それは彼ら反発します。それからあと、西側の価値観ももう嫌って、もトランプ以前から言ってるので、ここは多分無理なんですね。だから彼らが何を肯定してるかというと、国連なんです。国連は猛烈に支持してるんですね。そうすると、国連絡みでこの地域なんかやってること、彼らは PKO、PKF は最大になってますので、その関連であれば彼らは悲しを聞くと思いますね。ですから、彼らのロジックで彼らが断れないものってあるので、 そのあたりも見極めながらやっていくこの幸い FOIP の方は東アフリカまで入るというのが日本の立場でございますそもそも安倍総理はケニアで行ってますからそうした意味でいろいろなことができるとこ,ろところもあるだろうというふうに考えて少し広く幅広で考えていくのがどうかなというふうに思っていますとにか以上です1点だけちょっとあの追加で、えー、あの聞きたいんですけれども今の話に関して川島さんにそ,のそういうことを全,員全部今のことを 今のこのアドバイスをもとにもしも仮に我々ができたとした場合中国はどのぐらい行動を変える変わる,変わる余地があるんでしょうけれども余地がどのぐらいあるのかっていうのをちょっと一言、あ言要するに中国は2050年までに世界の最強国になるとかですね2035年までに最強の軍隊を作るとか、まあ、もうなんか自分でセットされた目標があるじゃないですか,だかどの程度そこを頑張って今のアドバイス通りやって いやいやえっと、なんだ、なんていうんですかね、あの成果が中国の行動変化ってどのぐらい余地があるのかっていうのをひと言、彼らを変えるのは無理でしょう。やっぱ無理だ、ええ、しかし、遅らせることは可能じゃないですか。遅らせる、ええ。彼らの時間軸をずらすことは可能。ええ、ですからあの、周りの国がみんな反対してるから、ちょっとこれ待とうとかって、彼らの判断あるので。 そうした意味で、今回の会計法なんかそうかもしれません。これから少しは間を空くと思うんですね。みんなが警戒するから。その後じわりじわりでやってくると思いますがそのちゃんとみんなが連帯して、そのプレッシャーをかければ、そこで送れるし、それから、例えば海洋法っていうのは、こういうふうに、ウンクロスアンクロスの理解はこうだしってことをこう粘り強くやっていくと、彼らが1週間遅らせる、2週間遅らせる、連続それがつな本当にこう積み重なっていけば、何十年間の中で結構後ろに行くわけですよ。中国は後ろに行くほどつらいので、インドも上がってきますし、そうした意味で、 あの変えるのは無理でも遅らせることは私はできるんじゃないかと思ってます。なるほどあの。時間を遅らせることはできると。そういうことですね。大変いいヒントでした。ありがとうございます。では、あの高,高見沢さんにそのこの中国についての話を伺った上で、えで、ー、最後のセッションでは、えーコロ、コロナ禍の防衛協力などについて議論しようというふうになっているんですけれども、もしもあれでしたら、高見沢さんがあの話された後 えここまでの議論を踏まえて、えー、最後、えー、お一人ずつです、ねえー、これはやっぱり言っておきたかった言い足りないということを喋っていただいてあの、えー、神保さんから順番に喋っていただいてで,できればまあその中に、えー、今日の議論を踏まえていろいろと課題もあるけれどもまずはここから当面、来年 <laughs> 再来年ここからまずやっていったらどうかというようなヒントみたいなのもあればです、ねえー、最後に教えていただければと思います。 まままず高水さんお願いします、はいしすすありがとうございます、えっと、今の川島先生のご指摘は非常に私もあの日頃、伺っていることもありますけれども、あの正しいと思っています、それで、あのじゃあ、日本としてまあどういうふうに考えるかということなんですが、一つはです、ね、あの中国の今の,その軍民融合戦略なり、あの新総合安保といいますか、 とにかくそのあらゆる国力を1つの目的のもとに動員して、そのビジョンを実行する力というのは、我々も認めざるを得ないと、ですから、あの我々自身がそういうオールジャパンであのやっていくことが非常に大事で、あるいはそのクアッドに限らず、いろんな関係諸国との協力ということを考えたときにもっともっとあの効果的にで,すねできる余地があるんではないかと。 だから私は都市鉱山ということを言っているんですが日本は資源がないときにすでにあるものを探すとかあるいは街の中にあるものを回収して使うとかってあるので私はその今の,この地域の安定に役立つようなあのプロジェクトとか要素が転がっているものをです、ね、どう拾い上げるかとでそれを形にしていくかというのが非常に大事ではないかだからそういう観点からポイプっというのもそういうことの効率化効果を高める。 あのシナジーを高めるための一つのビジョンだということで考えていくべきではないかとで中国との関係ではです、ね、私はあのおそらくその勢いを我々がどう作るかということで今中国が中国に自分に勢いがあるからまさにこの勢いで今のうちにその秩序を作ろうということを言っていてだからまさにあの国際秩序形成競争ということに乗り出してきているわけですから。 我々自身がそういう、まあ、それこそ都市鉱山でも活用してよりそのいろんな勢いを作っていくということで彼らもそれを見てまたちょっと考えが少し遅くなる部分はあるんではないかなというようなことをあの非常にあの思っているところであります。であと協力の形としてはですねやっぱり中国の中に入り込んで我々が協力するようなことができないかとつまり中国が非常に自分のイニシアチブでやっててどんどんその彼らのシステムを輸出してるんだけれども 昔日本がやられたように気が付いたらその中身はの他の国だったとかせっかくうちは売り込んだんだけどメンテナンスは他のヨーロッパの国がやってたとかっていう話があるんでそういう形でですね中国が少なくともその国のためになっているようなことで我々が競争して本当は我々が勝ちたいんだけどもまあしょうがないかっていう部分も そこの中に入り込むようなアイデアっていうのはないのかとつまり中国のイニシアチブを活用するようなアプローチっていうのができないかなというふうに思っていますそれからあとはその分野別な協力あるいは第三国での協力というようなことでもうちょっとその丁寧に見ていけばですねその AIIB のプロジェクトにしたってかなり ADB の方の影響を受けて変わったとかだんだん広がったっていうのがありますからそういうところをまあ探していくと。最後に あのただ、力で絶対譲らない部分で、彼らが変えないところ、まさに革新的利益に絡むところっていうのは、これはもう有、有無を言わせないところがありますから、そこはやっぱり力を我々もしっかりあの投資をしてです、ね、能力をつけなきゃいけないという部分はあの残るのかなと、あのとりあえずそ,そんなふうに思います。あと国連についてはですね あの非常に中国が今いろんな形で攻勢に出てきているんで日本ももっともっとその国際的なイニシアチブをですねあの出すと極端に言うと中国がこれから打ち出しそうなイニシアチブを日本が先取りできるぐらいの何かそういうアンテナの張り方っていうの,はあの具体的にはちょっとなかなか私もパッと今思いつくのはないんですけどそういうその中国が不満を持っている国際ルールシステムで日本も多少そうだなとあまりにもユーロセントリックだなっていうところを 日本はこう思ってるというのを先に打ち出すとかですそういう手はあるんじゃないかとどうもありがとうございます。ちょっとつい私が聞きたくなってしまったんですがあの高見さんと橋島さんに非常に短くていいんですけれどもあの今日の話とちょっとそれるんですがあの今世界では、えー、台湾中国が台湾を攻撃するんじゃないかとあの先週のき、えー、水曜日の <laughs> ディビッドソンド米インド太平軍司令官は議会証言という場で えー、2027年までに、えー、中国が台湾を侵攻する可能性があるみたいなことを言って、結構話題になっている、あのこれ見ている方々も結構、えー、どうなのと思っている人もいると思うので、ちょっとあのすみません、川島さんと高見沢さんに、ちょっと短くて結構ですね、これはどう見たらいいのかというのを、はいはい。ありがとうございます、2027年、おそらく習近平が任期延長するという、習近平の次の任期中という意味でしょうね、おそらく。 であのそれは習近平自身が福建にいたこともあるから彼自身ミッションと思っているのでやる可能性があるって、そういう議論があるのが分かります。ただ、先ほど申し上げたように2022、23で彼が任期を延長するまでは難しいのでそこから先だとただ、そこから先であるにしてもやはりそれでもなお完全な失敗は許されませんから、えー、おそらくやりとすると今話題の東沙諸島か台湾海峡のどこかの金門松以外の岩か何かしらの 100%取れると思うところをやるというのはあり得ると思います。しかし、本島台湾本島を解放するというのはかには考え難いと私は思います。ありがとうございます。すみません。高見沢さん、いかがでしょうか、えっと、私はですねあの、そういう条件を作るための努力を中国が引き続きずっとやっていくだろうと。だからそういうい そのマイナーな一見マイナーに見えるかもしれないけれども、そういった変化に我々として非常に敏感にならなければならないというふうに思っています。どうもありがとうございました。もう時間がいくらあっても足りないんですが、えー、やはりこの中国に関する議論では、あの高見沢さんからも勢いを勢いを作るでしたっけ。まあ逆に言えばこっちがこちら側の勢いを作るということで、まあ、川島さんからは。 逆に中国は行動は変えないかもしれないけれども、時間軸を遅らせることはできるかもしれない、で遅らせた結果、人口がどんどんこう少子高齢化で頭打ちになるとかですね、えー、ということで、なんか変わっていくかもしれないという、そこは一つ、このセッションで私が印象に残ったことの一つでした。